今日は、南農町の経営様邸におきまして、カーラボーのカバー工法を行います。カーラボーもいろいろ種類があるんですが、今回の場合は三孔式といわれる一般的に普及されている、形のカーラボーです。この屋根に、今回はカバー工法として同じ形状の仕上がりになる吹き替えカーラボーを施工したいと思います。それでは順を追って説明していきます。軒先の水切り、唐草というものを取り付けるのですが、今回塗油を交換しないので、軒先、もともとの軒先の先端を少しカットしております。で、カットした後にこの唐草という焼き物を取り付けて、塗油との手の寸法のバランスを良くするようにしております。で、この唐草を瓦棒の3のところを切り替えて、次に屋根材本体の施工に入りますが、まず屋根材本体、溝板、ドブ板とも言いますが、それを立ち上げる作業を行います。感じで立ち上げを行います。次に立ち上げた溝板を屋根に貼っていきます。拭いていきます。このように水質の屋根の棟に合わせて置きます。で、水下の寸法に合わせてカットをしていきます。次にこの溝板を透湿リコというもので押さえていきます。季節のキャップの上にこの透湿リコが乗って、このように溝板を押さえていきます。で、そこでにビス止めを行います。軒先先端部分には、このようにサンバナという焼き物を入れます。で、これを入れることによってキャップをつけたときに小口が隠れるようになっています。